皆さんこんにちは、ジャズサックス奏者の朝岡優です。本日もゆってぃ先生のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。と最近はジャズサックスの、巨匠ルードナルドソンのブルースの演奏からジャズを学ぼうということでお送りしてます。で今日はその7回目をお送りいたします。はい、で今日は、ミッドナイトクリーパーというアルバムがあるんですけれども、その中から、表題曲のミッドナイトクリーパーという曲をお送りいたします。でこの曲は、3コードブルースで、キーが、コンサートで C なので、アルトサックスだと A の3コードブルースになります。で時期は、有名なアリゲーターブーガルっていうアルバムがあると思うんですけれども、そのアルバムの、翌年ですね、1968年のアルバムなので、その頃のファンキーなオルガンの入ったサウンドになってます。では、まずミッドナイトクリーパーを聴いてみましょう。はい、という感じのファンキーな曲です。でキーが、アルトサックスの A の3コードブルースになりますので、3コードブルースなのでコードが3つ、 A7 と D7 と E7 の3つのコードになります。でこの曲のポイントがいくつかあるので、それを簡単に説明していきたいと思います。はい、で最初のポイントなんですけれども、メジャーペンタトニックスケールのでメロディーが作られてます。と E7、D7 っていう3段目のところ以外は、全部メジャーペンタトニックスケール、ここで言うと A のブルースなんで、 A のメジャーペンタトニックスケールでメロディーが作られてます。で最初の1小節目と3小節目、1段目のメロディーは全く同じメロディーになります。で2段目のメロディーなんですけれども、1段目がドシャープだったところがドのナチュラルになっています。でその次のメロディーがまた1段目と同じになっています。でこれはどういうことかっていうと、2段目の最初のメロディーのドのナチュラルっていうのは、次に来る D7 のセブンスの音が、ドのナチュラルになるんですけれども、それを1小節前から表してるっていうことになります。でジャズの曲だったりアドリブで、その次に来るコード進行を手前から表す、吹いてしまうってことが多くあります。バックはまだ変わってないんだけど、メロディーとかアドリブが次のコードをもうすでに表してるってことがあります。でここは、そういった解釈ができます。で2段目の、3小節目ってのは、1段目と同じメロディーになるんですけれども、ここは、ドがシャープになってます。で本来だと D7 の時はドがナチュラルマイナー7になるんですけれども、でドシャープっていうのはあまり好ましくないんですね、ここに使うのは。なんですけど、これは次の、A7 にかかってるメロディーなので、全く問題ないというか、普通にこういった音使いをします。なのでここのドシャープっていうのは A7 の3度っていうふうに考えるといいと思います。でこのやり方も本当アドリブをする上でとても重要なので、D7 でなんでどのシャープを使ってるんだではなくて、次の A7 をもうすでに1小節前から表しちゃっているっていうふうに考えるようにしましょう。
はい、で次のポイントは3段目の E7、D7 というところになります。でここが、3コードブルースの3段目の5度7、4度7というところの流れになるんですけれども、E7 のところ最初ソのナチュラルになっています。でその次ソシャープになってルートの音に行っています。で次 D7 のところも最初ファのナチュラルからファシャープになってルートレの音に行ってるっていう形になります。でここは、まあ、前回昨日もやった通り、クロマチックアプローチ半音下からメロディーを使ってます。でブルースとか、ね、ドミナントの時にこの半音下から、だからこれはどちらかというと単3度から超3度に行くっていうよりかはあくまでも3度の手前から半音で引っ掛けてるっていう考えます。で E7、D7 のところはそれぞれ同じフレーズを転調した形になります。で D7 の D7 の4拍目ですね。でここがまたドシャープになってますけれども、ここは先ほど説明したように次の A7 を前もって表しているっていう形になります。はい、という形で今回もシンプルなんですけれども、そういったジャズ特有のやり方というかルールというかが入ってます。でそれはやっぱりこういう曲を聴いたり練習したりすることで感覚がつかめると思いますので、まあ、聞いていて、D7 の時にも次の A7 のフレーズを吹いちゃっていても、ね、普通に聞いてたら全然違和感ないと思うので、そういう感覚を養うといいと思います。で逆にその理論ばっか練習してると、練習っていうか勉強ですね、勉強してるとここで次の A7 の、ね、3度 D7 の時にドシャープっていうのはなかなか吹けないと思うんですけれども、まあ、実際これはよくやり方なので、今回、まあ、前回もそうですけれども、そういった形で理解して吹けるようになるといいと思います。では最後にもう一度音源を聞いてみましょう。